天ぷら。とかそれとも不調和な日々に芽生えた違和感空虚な空気がつけばほらうつむいて一人ぼっちになってかいつかの帰り道特別なことではないさそれぞれ悲しみを抱えてんだよ自分次第で日々を繰り返していけるやめる心の中にも弱虫が存在Yeah.